皆さんこんにちは、作家料理家の樋口直哉です。今日は冷やし中華の作り方をご紹介します。市販のものがあるので、市販のもの結構美味しいんですけど、たまにね、しょっぱかったり、お酢がね結構強くて美味しいんだけど、最後汁まで飲めないっていうのが時々あるじゃないですか。だから今回は、汁まで飲めるような冷やし中華の作り方をご紹介します。一度作り方を覚えると、市販のタレをね、味がちょっと気に入らないなって時に、あれを足せばいいとかですね、これを足せばいいっていうのが分かるようになるので、ぜひそういうところを見てください。材料なんですけども、スープセクション、スープはまずお水が 200cc、 薄口醤油が入ります。お酢ですね。でお砂糖、ごま油です。で生姜の搾り汁が少し味の引き締めに入ります。だし素材として今日は鰹節と昆布を使います。これでスープを作ってから、具材の方、まず中華麺が2玉、きゅうりが1本、トマトが2個、これちっちゃいトマトなんで2個なんですけど、大きいトマトだったら1個で大丈夫です。卵が1個、ハムが1パック、これ紅生姜です。仕上げに少し乗せます。スープのお話をします。そうめんのつゆは411、だしが4に、醤油が1に、みりんが1、僕の場合は511なので、だしが5に、醤油が1、みりんが1って配合の割合を説明しました。冷やし中華の場合はそこにお酢が入ります。要はちょっと甘酸っぱいような感じにしたいので、お酢と砂糖ですね。が、冷やし中華のタレなんです。で、そこにごま油が入ったり、生姜が入ったりすると、すごくこう、中国料理っぽい雰囲気が出るっていう話ですね。これだけちょっとお話しておきたいんですけど、今日昆布と鰹節使ってます。これ昆布は羅臼昆布です。お使いの昆布によって旨味の量っていうのは全然違うので、例えばこう、僕の分量で昆布がこれぐらいの大きさ、5センチ角が1かけ入って、鰹節が4グラム入って、スープにした時に、ちょっと味が物足りないなっていうことがあるかもしれません。それは、素材が持っている旨味物質の量が違うんですね。スーパーに行くと、日高昆布、利尻昆布、真昆布、羅臼昆布っていうふうに売られてるんですけども、例えば日高昆布と、真昆布だと、旨味物質の量が2倍ぐらい違うんです。だから、同じ量入れても、なんか物足りないなっていう味になりがちです。もちろん羅臼昆布も物によって旨味物質の量が違うんで、これは調節するしかないという話になるんです。調節するときにすごくいいものがあって、それが顆粒の出汁の素です。和風の顆粒の出汁の素ってものすごく保存が効くんで、1個買って置いといてもいいと思います。で、もしも出汁をこうやって作って物足りなかったら足すみたいな感覚が出汁の素のいい使い方だと思います。じゃあ実際作っていきましょう。作り方すごい簡単でして、この中にですね、小鍋に材料を全部入れていくだけです。醤油も入ります。で、醤油後から入れてもいいんですけど、最初から入れた方が鰹節の生臭みを抑えてくれるんで、僕は最初から入れてます。で、これがお酢です。お酢は穀物酢でも余熱でも、なんならワインビネガーとかでも何でも構いません。それぞれ違う酸味が出るだけですね。お酢についてはなんか後日解説の動画を上げたいと思ってます。で、お酢が入って、お酢の酸味を和らげるためのお砂糖が入ります。で、これを火にかけていきます。あんまり火をね、強くしすぎないでください。昆布から味が出るのにすごく時間がかかるので、ちょっとゆっくり味を出してあげたいんですね。鰹節からはね、一瞬で旨味が抽出されてしまうので一瞬でいいんですけども、昆布はね、ちょっと時間がかかるんです。時間に余裕があれば、前日から水につけておいたりすると、味が出やすいかなという感じです。沸いてきましたね。沸いてきたら弱火に落として、ちょっと1分ぐらい煮てあげてください。低温でゆっくり味を出してあげるということと、少し煮立ててあげるとお酢の酸味が飛んでこうまろやかになります。で、お酢の旨味だけが残るという、こういう使い方ですね。逆に酢の酸味がこう効いた仕上がりがしたいという時は、最後に加えてあげるとすごい酸味が立った仕上がりになります。はい、1分経ちました。ちょっとだけね、味を見てみましょうか。冷たくなると味の感じ方が弱くなるので、ある程度ね、旨味とか塩味とか酸味とか、何でも効いてた方がいいです。今日ちょっとだけね、本だし少しだけ足してみますね。本当にちょっとで大丈夫です。今ね、小さじ4分の1の半分だから小さじ8分の1ぐらい入りました。これだけで味が全体にこう底上げされるんで、で、これこしていきます。ご質問があったんですけど、これ全然絞っちゃっていいんで、鰹節だしを取るときにこしていいんですかってご質問があったんですが、それは
こう絞っちゃいけない時っていうのがあって、それは旨味を出したくない時、旨味っていうか雑味とかを出したくない時の技法なんですね。でこういう強い味の場合はむしろこう雑味を出したいので絞ってあげても結構です。なるべく早く冷やしてあげます。で、香り付けのごま油ですね、小さじ1入ります。これが入るとぐっとね、冷やし中華っぽい味付けになりますね。生姜の絞り汁を小さじ1ぐらいですかね、入れます。これを入れるとね、すごく味がすっきりして美味しくなるんですよね。こんな感じで、はい、これで冷やし中華のタレの出来上がりです。続いて具材の準備です。薄焼き卵から作っていきますね。卵1個割っていきます。卵をよくこうやって溶いてください。こうやってねやると全然卵の黄身と白身が混ざってないんで、こう端先をねこう下につけてこうやって切るように混ぜます。今日は何も入れないで焼いていきます。焼くのにあると便利なのがフッ素樹脂加工のくっつかないフライパンです。でそのフライパンの場合は一度焼いてよく予熱して油を敷いて、その油を一回拭いてそこから焼いてください。だけどね、鉄のフライパンで油をこう拭いてやると油の部分だけ焼きムラができたりして綺麗にできなかったりするんですよね。中火で少し温めて端先ですぐ固まるぐらい、これぐらいの状態まで温めます。温めたら卵を入れていきます。この時フライパンを回してください。フライパンを回す。でなるべくこうやって均等に伸ばしてあげると。で火を弱火にしてゆっくり焼いていきます。だいたい弱火で焼くと50秒から1分ぐらいで、火が入ります。これ端をこうやって見てほしいんですけど、こうやって自分自然にこうひっくり返ってくるんで、こうなったらもう火が入ったサインです。でこうやって剥がしてあげて、で木の板があれば木の板の上にペロンと、これで薄焼き卵の出来上がりと。残りの卵も同じように焼いていきます。冷めてからの方が破れにくいです。だから少し冷ましてあげる。じゃあ切っていきますね。この感じだと4等分できるかな。こういうふうにまず半分入れてこれぐらいで切っていきましょうか。でこれを重ねてあげると。お店だとねこの端の部分は落としちゃうんですけど、家庭だと全然入れちゃって構わないんで、こうやって重ねてあげて、こういうふうにしてね端から切っていきます。錦糸卵を切るときっていうのは割と上からね押さえるようにして切っていくっていうのがセオリーです。その方がね卵が動かないんで綺麗に切りやすいってことですね。切れました。バットなんかに移しておきます。きゅうり切っていきます。きゅうりはこの先と枝付きを落として、こうやって斜めにねこうやってスライスしていくんですが、刃先の部分も使ってねこうやってやってあげると分かりますかね、こう順番に、これ今飛んじゃいましたけど、こうやってトランプみたいに並べて端から打っていきます。きゅうりの千切りですね。トマトです。ヘタを取り除いてね。トマトはねさすがに千切りにできないんで、くし形に切っていきますかね。6等分ぐらいですかね。トマトはね冷やし中華におけるこう口直し的な存在ですね。最後ハムをカットしていきます。これが1パックですかね。ハム残してもまあしょうがないんで1パックやっちゃいますけど、どうやって切ろうかな。半分にこう切って端から千切りですかね。ハムはこう加熱してあるのでまな板がの衛生とかをこうあんまり気にしないでいいのがいいですよね。はい、ハムの千切りができました。で具材をちゃんと並べて準備して、であとはスープもできてるんで麺を茹でていくということですね。中華麺茹でていきますね。お湯が沸いてるか確認して、沸いてるところに袋に表示時間書いてあると思うんですけど、冷やし中華、冷やして食べる麺の場合は少し長めに茹でます。ちょっとこうね手でほぐしながら入れてあげてください。でずっと強火だと吹き
こぼれるんで、お湯が沸いてたら、まあ、火を少し弱めてあげるということですね。この麺の場合は2分ですかね。麺が茹で上がったんで、流しで持っていきますね。で、流水で洗ってあげて、おそうめんと一緒ですね。流水で表面をぬめりを取ってあげて、結構ね、念入りに洗ってあげた方が美味しいですね。内子が結構生麺いっぱいついてるんで、氷水で締めてあげると。これもそうめんと同じです。はい、水気切って盛り付けていきます。よいしょ。これはね、自由に好きなように盛ってください。肉を盛ってあげるということですね。最後に彩りのアクセントと味のアクセントで紅生姜を添えたらいいですね。で、スープをかけてあげます。これね、本当にスープ飲み干せる冷やし中華なんで。はい、これで冷やし中華の出来上がりです。好みがあるんですけどね、マヨネーズちょっと添えてみますか。からしがあれば、冷やし中華とからしはすごく合うんで。じゃあ試食しますね。それでは試食します。このからしが冷やし中華にはめちゃめちゃ合いますよね。うん、夏の冷やし中華最高ですよね。じゃあスープもいただきたいと思います。うん、すごいすっきりしてて、酸味もこうまろやかで、こう飲み干せる味になってると思います。はい、まとめです。冷やし中華スープの基本は、旨味と醤油とお酢でした。で、お酢の酸味を和らげるため分だけで砂糖が入るという感じです。ご自分でお使いの出汁素材によって調整してみてください。いろんなこうパターンが考えられると思うんですけども、今回はね、スープ飲み干せるぐらいの濃さに仕上げているので、もしね、薄いなと感じたら、旨味を足す、醤油を足す、お酢を足すっていう具合で調整してください。マヨネーズ今回添えましたけども、マヨネーズをね、冷やし中華にかける人とかけない人がいるので、かける派の方、かけない派の方は、ぜひコメント欄で意見をお寄せください。これから夏、暑い時期が続くので、ぜひ、お体等にお気をつけていただいてお過ごしください。じゃあまた。